京都市東山区の町名。本校京都市東山区の町名では、道区内に存在する交渉町名を一覧化すると、共に、その成立時期、成立過程等についてが一説する。京都市街地の東方、鴨川の東岸に位置する。区域は南北方向に長く、北は左京区、東は東山を隔てて山品区、南は伏見区、西は南区、 下行区、中京区に接する。面積7.46平方キロメートル。2009年3月現在の推計人口は約4万1人。面積は上京、中京、下行の各区よりわずかに広いが、人口は京都市11区中、最も少ない。昭和6年、1931年から同51年、1976年までは、 現在の山品区の地域も遠くに含まれていた。区の西端には、鴨川が南流し、東には、清水山、阿弥岳峰など、標高200メートル前後の山々が連なる。区の北端近くを、旧東海道が通り、東西方向には、JR 東海道本線、東海道、山陽新幹線、国道1号、南北方向には、京阪電鉄本線、大部分は地下か。 東大寺通りなどが通じる。区内には、内外の観光客が多く集まる、著名社寺や、観光地が多く、東福寺、千入寺、三十三県道、地釈院、京都国立博物館、明宝院、清水寺、六原光寺、県仁寺、高台寺、祇園地区、八坂神社、円山公園、地温院、昇蓮院などがある。トークは、 元下行区の一部であり、昭和4年、1929年に、鴨川伊藤の地域が分布して成立したものである。翌昭和5年、北隣の左京区との境界変更があり、旧淡田口村に属していた区域の南部が、左京区から東山区に編入された。昭和6年には、東隣の宇治郡山品町を編入するが、当該地区は、昭和51年、 1976年分区して、山品区となった。京都市内の町名には、大原来号院町のように、旧村名、旧王あ座名に由来する地名、上記例の場合は、大原を干渉するものと、亀谷町、菊谷町のような単独町名とがある。東山区の町名は、区の西部の旧、下行の町組に属していた町は、単独町名であり、東部と南部には、 旧村名などの地区名を冠した複合町名がある。区内の交渉町名の数は、角川日本地名大辞典26京都府、下官によれば1980年現在224町で、これらの町は2009年現在も存続している。なお、本町1町目から22町目などの町名を各1町と数えた場合は38町増えて262町となる。 京都市の各区に属する交渉町名を列挙した京都市区の所管区域条例昭和24年4月1日京都市条例第7号に掲げる町数は上記とほぼ一致するが同条例では区の北東端に位置する東小物座と東小物座町付属を別個の町名としている元学ごとに区切って町名を表示する元学区については口実。 東山国市川の平坦地の町名は、広域地名を干渉せず、単独の町名で表示されている。これらの地区は、近世の行政区画では、地温院門前、県人寺門前、気温周り、大仏回りなどと称されたが、平地部は、早くから町地化されて、市街地の一部となり、落外町続きと称された。現行の町名、町会は、近世のそれが概ね引き継がれている。 ただし、明治時代初期に変更された、町名、近隣の二、三町が合併して成立した、町名、寺院境大一、二十歳など従来町名のなかった地区に新たに起立した、町名なども一部に存在し、現行町名のすべてが、近世以前からの町名ではない。明治元年、1868年、京都府が成立すると、これらの町は、現、 中京区や下京区の町と共に、下京1から41番組に組織された。これらの町組は、その後たび重なる変遷を経て、明治25年には、K32 の学区に組織された、明治以降の行政区画の変遷については、別校、京都市下京区の町名を参照。これらの学区は、昭和16年、1941年に廃止されている。また、 その後の小学校の統廃合、移転等に伴い、小学校の通学区自体も当時とは変わっているが、学区の名称は元学区として、現在も地区の古障として使われている。なお、実際の住所表示は、東山区、東大寺通り松原昇る四丁目美車門町のように、通り名による住所表示を用いることが多い。前述の例は、当時 南北方向の通りと松原厚、東西方向の通りの交差点を北上して四つ目の町である、ャモ門町の井である。阿淡田口、淡田口を干渉する町名は、元の小田木郡淡田口村である。阿淡田口村は、市政町村制施行以前の明治二十一年、1888年、当時の上京区に編入され、上京区阿淡田口町となった。 明治22年には、京都市政に伴い、京都市上京区淡田口町となった。大正7年、1918年には、淡田口町を廃止、淡田口を干渉する四町、鳥居町、課町町、家事町、三条房町及び、町地を伏さない淡田口に編成された。これら五町は昭和四年の左京区成立後は、同区の町となった。翌昭和五年、 淡田口地区の南部は、左京区から東山区へ編入された。この際、町地を伏さない淡田口の一部と、淡田口課長町、課次町、三条坊町は、東山区となり、淡田口の残余と淡田口鳥居町が、左京区に残った。昭和40年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた、地の区域はすべて、町となり、 XX 町と解消された。この際、淡田口として存続していた区域は、淡田口を干渉す六町、高台寺山町、河町山町、淡田山北町、長楽寺山町、東大谷山町、淡田山南町となった。以上により、現在は淡田口を干渉する町名は9となっている。聖漢寺を干渉する町名は、元の阿多ご郡聖漢寺村である。 聖漢寺村は、市政町村制施行以前の明治21年、1888年、当時の下行区に編入され、下行区聖漢寺町となった。明治22年には、京都市政に伴い、京都市下行区聖漢寺町となった。大正7年、1918年には、聖漢寺町を廃して、聖漢寺を干渉する山町、両前町、池田町、 山の内町が成立。残余は町地を伏さない生漢字となる。これら六町は昭和四年の東山区成立後は同区の町となった。昭和四十年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた字の区域はすべて町となり、XX 町と改称された。この際、生漢字として存続していた区域は生漢字を干渉す四町。 北家寺山町、下山町、清水上尾山町、歌の中山町となった。以上により、現在は、青漢寺を鑑賞する町名は7となっている。今熊野及び、潜入寺を鑑賞する町名は、元のあたご郡新熊野村である。新熊野村は、市政町村政施行以前の明治21年、1888年、当時の下行区に編入され、 下行区今熊野町となった。明治22年には、京都市政に伴い、京都市下行区今熊野町となった。大正7年、1918年には一部が、今熊野を干渉する七町及び、千入寺を干渉する五町となり、残余は今熊野町として存続する。これら系町は、昭和4年の東山区成立後は、同区の町となった。昭和40年、 1965年、当時の京都市内各所に残存していた GXX の区域はすべて町となり、XX 町と改称された。この際、今熊野町として存続していた区域は、今熊野岡安章十町、泉山町、阿弥陀鉄砲町、秘伝院山町、房山町、月林町、東山町、小松山町、鳥部山町、南谷町、 本大山町となった。また、昭和51年、1976年、東山区から山品区が分区した際、旧山品川田梅ヶ谷町の一部は、東山区に残り、今熊野梅ヶ谷町となった。以上により、現在は、今熊野町を干渉する町名は18となっている。本町十四町目十二町目は、元提供学区及び元一橋学区に属する。 本町一丁目から十三丁目と一連の町である。福井根、福井根を干渉する七丁は、元の紀ー深草村大技福井根の一部である。深草村、大技福井根は大正七年、九百十八年、一部が、当時の下行区に編入されて、福井根を干渉する七に編成された。これらは昭和四年の東山区成立後は、同区の町となった。なお、 大和福井根の残余は、昭和六年、伏見区に編入されて、深草を干渉する二十六町に編成された。一つ橋、一の橋を干渉する二町は、元のキー群柳原町、大技なしの一部である。柳原町は大正七年、九百十八年、当時の下行区に編入されて、東七条を干渉する八町と、柳原を干渉する二町に編成された。 前者、鴨川伊勢は、現在の下行区に属している。柳原を鑑賞する2丁は、昭和4年の東山区成立後は、同区の町となり、昭和6年、干渉を、一つ橋に変更している。以上の町数の合計は262町となる。ただし、これは、本町1丁目から22丁目等の、町目を、各1丁とカウントした場合の数であり、 本町一丁目から二十二丁目、本町慎吾、六丁目、宮川筋一丁目から八丁目、清水一丁目から五丁目、五条橋東二丁目から六丁目、大和王寺一丁目、二丁目を各一丁と数えた場合は38元の224丁となる。以下の説明文中では参照資料について、下記の略語を用いる。東山区では、 同一の町名が区内の別の場所に複数存在する例が下記の六組ある。例えば、辰見町は清水寺への入り口にあたる東大寺通り松原上がるにあるほか、数百メートル南方、十三県道西側の山和王子通り七条下がる二丁目にもある。これらは、いわゆる飛び地ではなく、起源をことにする別個の町である。この二つの 辰巳町には別個の郵便番号が設定されている他の同一町名についても同様。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。